浚渫作業は久留米市内6カ所で行われ、市の職員や大学生、土木協同組合の会員らおよそ830人のボランティアが参加しました。参加者はスコップや重機を使って排水路にたまった土砂などをかき出しました。久留米市は2018年からこれまで5度にわたって豪雨による浸水被害を受けていて、護岸のかさ上げなど様々な治水対策に取り組んでいます。被害をまたゼロにすることはできないかもしれないけども、最小限度にする、今回久留米市全域でやってるんですけどね、やっぱりこういうふうにボランティアの方が出ていただいてるから嬉しいですよね。浚渫作業は水害に備えるとともに、市民の防災に対する意識を高めてもらおうと開かれました。